本のですね、日本のキリスト教の病院でオーソドックスの草脇的存在である淀川キリスト教病院、この淀川キリスト教病院には子ども用のホスピスもあるんです。その淀川キリスト教病院は平均在院日数が25日、ホスピスの平均在院日数は25日であります。そして、その病院はですね、患者さんに食べたいものをリクエスト要求できる日があるんですね。それは従来は月1回、ですから平均在院日数が25日ですから平均1回ぐらいあったわけです。ところが4年前にこの病棟の建て替えをしまして、その時から、月1回をですね、毎週1回に改めて、患者さんの希望するものを何でも作って差し上げるというように改めたんですね。とその中でどんな希望があるかっていうと、もう亡き母が作ってくれたしょっぱい卵焼き、関東の人は甘い卵焼きですけど、関西のは砂糖を入れないんですね。しょっぱい卵焼きを見たり、それを管理栄養士が家族を含めていろいろ情報を聞いて、土曜日にですね、そこの食事会をして、家族が見舞いに来やすい日ですね。で、しょっぱい卵焼きをその人には作って差し上げるんです。それからある人はですね、生まれ育ったのは熊本だから、豚骨スープのラーメンを食いたい、これ難しいんですね。でもその人生の思い出を聞きながら、そこの栄養士たちは豚骨を買ってきて、何十時間煮てスープ出して食べさせるわけです。でやはりこの土曜日ですから、ご家族が来て一緒に召し上がるわけです。でその時に同時に、これを食べたよね、美味しかったよね、そういう思い出に話をするわけですね。そうするとそういうことを家族で思い出を話すってことは、心と体を元気にするわけであります。ですからこの淀川キリスト教病院は、食べることは生きていることそのものだと考えている理念が現れるわけですね。で私たちも生きている限り、さまざまな人との出会い、本の出会い、食の出会いがあるわけですね。その出会いを通して自分の生き方や人生を意味あるものに深め、風雪に耐える力を作るわけです。本日ですね、この米子さんが作ってくださったジュースはですね、リンゴ、人参、小松菜、キャベツ、セロリ、レモン、その他と7種類の原料で作った、いわゆるアドベンチストジュースです。私はですね、米子さんを本当に信頼できる友人の一人として尊敬してるんですが、実は米子さん今100周年記念の編集で忙しいんですけど、僕は銀行を辞めてから9年間有料老人ホームで働いて、その時にいろんなパーティーをしてですね、果物ジュースだとか、泡ぜんざいだとか、かき氷だとか、そういうのを毎回独特な感じで作るわけです。でそれはね、そういうみんな心の思い出になって、家族の方も一生懸命それを簡単に話してくださるんですね。ですから本当にこう、私たちがこう向かい合って物を食べたり飲んだりするってことは最高のコミュニケーションだっていうふうに思ってるわけです。で一昨年米子さんは泡ぜんざいを作ってくれました。今年もすでにあるんですけども、また今回、ジュースを作りたいんですって言ったら、すぐやりましょうとおっしゃって、作ってすでに
味わってる方もあると思いますけど、今からの方はどうぞびっくり召し上がってください。そして米山さんに感謝してください。あの種類が間違ってますから、ね。まあ、とにかくそういうことで物事をですね、向かい合って一緒に食べるということは非常にあの幸せなことだと思っています。で、本題に移りまして、人間の棚卸し、棚卸しっていうのはですね、会社が決算のために在庫の商品とか原材料、商品の種類、数量、品質を調査して、それを評価することなんです。で、棚卸しの評価ということはですね、具体的に極端な例ですけども、ここに自動車メーカーがあって、従業員も社長ももう本当和気あいあいして一生懸命働くと、どんどん自動車が生産される。まあ、この自動車は全然売れないとします。と在庫がどんどん溜まっていくわけですね。溜まって一生懸命作るんだけど、車が全然売れない。今日の経理の専門用語で、勘定あって、勘定あって銭足らず。生産上、計算上はね、利益がいっぱい出るんだけど、一銭も売れないから、一台も売れないから、お金が合わない、こういう会社は倒産していくんですよ、潰れていくんですよ。だから生産会社が棚卸しするってことは非常に難しい面があるんです。で、私たちもですね、自分自身の人生の棚卸しをしてみようと思うとですね、私たちは生まれ育ち学び働き現役を退いていくわけですね。その自分の歩んだ人生地図を簡単に書いてみます。そして身につけた生活習慣、考え方、技術、知識、経験、多くの友人たちの交流を書いてみるんですね。それを考えることがまさに私たちの人生の健康診断になる、棚卸しになる。そしてそれは自分の過去、現在、未来を熱く生きることになるわけです。生活習慣って言ったらね、朝早く起きるとか、何時に起きるとか、就寝時間とか、食生活、金銭感覚、楽々と聖書を読む習慣とか、日常の過ごし方ってあるんですね。僕も20年ぐらい前から毎朝4時半に起きる、休みの日も4時半に起きてるんです。これすごくいい習慣なんですね。今でも引退しても4時半に起きてると本当に朝一生懸命いろんなことできるんですよ。だからそういう習慣って大切だなと思うんです。今日は休みだからな、でも365日変わらない考え方、これは私たちは神を信じることの喜びを毎日感じていくということですね。で、技術としては特殊な技術、例えば僕は老人ホームで働いたと申し上げましたけども、ある学校の先生の奥さんだった人が、私はきんぴらごぼうを作ったら世界一だと思います。それでいいんですよね。自分が一生懸命やったものでみんなに誇れるものが一つでもあれば、それはその人のすごい棚卸しの財産なんですよね。ですからそういう考え方、それから会話力、私はいつも会話するのにですね、そうですねって会話じゃないと思ってるんです。老人ホームでいろんな人が来ますよね。会いますよね。今日はいい天気ですね。そうですね。この会話これで終わっちゃうんですよ。もっと考えてね、今日テレビ見ましたか、何が面白かったですかとか、自分で考えないと答えられないような質問をすることが会話なんですよね。ですからそういう意味で私たちは会話力というか雑談力とか、そういったものが非常に大切であると思うんです。それから技術としては趣味の世界とか絵画とかあります。それから知識、歴史とか法律とか行政、物知り、語学、好奇心、例
例えば皆さんアンデスメロンってご存知ですか。アンデスメロンってね、あの北浦三陸中学のある鉾田の方がすごい生産地なんですよね。であそこは一生懸命安心して食べられるメロンを開発したんですよ。で彼らが安心して食べられるメロンですっていうこういう名前で生産したんです。ところがちょっと長すぎるんじゃないっていうことで安心のアンを取って、からメロンですのデスを取ってアンデスと、日本人はね、なんかアンデス山脈かあの種の元があってね、それを開発したんじゃないか、そういうことなんですよ実態は。でもそんなことを知ってるかって何も生活の足しになりませんけれども、一つのユーモアとして好奇心として会話が広がっていくわけですよね。そういう意味で私たちはこうなんだっていうようなことでも好奇心とユーモアを持って物と知っていく、脳を神秘していくっていうことも必要だと思うんですよね。それから所属した会社の組織特有の文化とか技術、価値観、信仰生活、ですから私たちは仕事以外で生きている証を持っているかどうかということが非常に大切なことです。それから仕事ですよね、人脈とか業界の情報だとか実態、会社での仕事の流れ、いろんな書類の作り方、こういったことはみんな知識なんですよ。でそういう中で私たちはその感謝の心が持てるかどうか、これを持っている、これもあると思うか、これもないあれもないって嘆くのか、そういう日常生活ですね。例えばモンゴルの遊牧民は羊の牧草を求めて年4回移動するんです。ゲルっていうあの小屋と一緒にね、年4回移動するんです。そうするとね、日本人は、いや引っ越しか、億劫じゃなくなる、当たり前のようになるわけですね。でその証拠にですね、私あの日本人のね一人当たりの植物は大体1000個あるんだそうです。モンゴルの人たちは300個なんだそうです。それはそうですよね、移動するためにあんまり物を持っていくと大変になるし、場所も取るし、逆に考えると日本人は狭いところでこれもあるあれもあるっつって動きが取れない生活をしてるわけでしょ。そういう中で私たち本当に必要なものは何だろうか、これもあるあれもあるって自慢するよりか、これだけあればいいんじゃないか、そういう生き方がね非常に大切ですよね。これもないあれもないって長くより、これもあるあれもある、そういう感謝の心が非常に大切であります。それから私たちはこうだんだん年取っていくと、あのだんだんこう引退が近くなるわけです。私はいつも思うんですけども、頭痛は治すとも老いは治せない、頭の痛みはね薬飲んでも治りますけど、老いをね治そうなんてねできっこないんですよ。こう年を重ねて次第に体がこう動かなくなったり頭も鈍くなってきます。でそういう時にお若いですねって言われて、あれはお世辞です本当じゃないですよ、自分の写真見てごらんなさい、10年おきの、ああこんな時があったんだ、若いねと思いますよ。でそれが証拠にね世論調査があるんです。もしあなたがもう一度人生を生き直すことができたら、あなたは何歳に戻りたいですかって質問するんです。男性はね大概50歳代答えるんです。ほとんどが50歳代ってね、お金も少し貯まってきて社会的地位も高くなって偉そうな顔できる、そういう年齢なんですよ。でじゃあ女性は何て言うの、30歳代ほとんど。それは何かっていうとね、もう本当に育児だとかね、あの出産とかね、あるいは仕事にこう夢中になれる期間っていうのは30歳代なんですよ。だからその頃が一番いい時代に見えるわけだからね、あなた70歳に見えませんねなんて言っても
それお世辞だからやっぱりそう思ってそれ相応の、あのステージを神様も与えてくださったと思えばそういう生き方でいいんじゃないですか。ですからあの自分の棚卸しっていうのは自分に与えられたものを楽しむ人生だと。で特にですね最近若者に人気のある大阪のあるお寺があるんです。そこは12月25日自分に感謝する日っていうのを作ってるんです。そこ行くとね2枚のカードを渡されるんです。1枚はね懺悔カード、もう1枚はね感謝カード。懺悔カードっていうのはね誰にも言えない自分の罪、この恥ずかしく誰も言えない、もう一生内緒にしたいってことを後悔を密かに書いてみます。それからそういうことがあっても自分は今日まで生きている、その中には必ず心躍った思い出とか体験がある、それを書いてみましょう。でそこのお寺はねその体験で頑張ってこれたんだから自分に感謝しましょうというのがそのお寺の主張なんですね。でも私たちは神の摂理に生きるというか、神様がこういうどうしようもないバッチリ自分を許してくださっている、それに対して生きていく力を与えられている。だからそこにね自分の努力じゃなくて神様の恵みだっていうふうに感じていくのがね、一つの棚卸しだと思うんです。でもう一つは例えば犬の世界に私たちは生きているわけですね。例えば新年だとか年末ってのは私たちが作ったものじゃないんですよね。ところが皆さん12月31日になりますと、ああ今年1年終わったか、今年1年どうだったのって反省するんですよね。自分が反省になんて作らなくても12月31日は来るとはそう思うんです。でわずか24時間経って1月元旦になると、今年はこれ頑張ってみよう、何も変えないけどね、ただ日にちが変わっただけで私たちの気持ちが変わってくるでしょ。だからいつもこう私たちは年末年始は自分が作ったものじゃないけども、客観的な情勢が与えられるとそこに心の変化が現れる、それをうまくいく生きたい生き方が大切なんだと思うことが大切なわけですね。で日本にも何回も来たチャップリン喜劇役者っていうか、彼はねあなたの生涯であなたの自慢できる作品は何ですかってほとんど多くの人が質問するんです。そう彼はね、ネクストワン、次の作品ですよ。まだできてないですよ。やるかもわからないですよ。でもいつも答えは、ネクストワン。明日に期待するわけですよ。だから私たちもね、まあ、今日はダメだけどって思わないで、明日また神様と共に歩みたい。そういう思いがね、非常に大切だと思うんですね。ですからジュース飲んでもあれですか、セブンスで、どんな人間ってのはどんな不幸の中にあってもね、喜びを見出すことができますし、どんな幸運の中に生きていても不幸を数えることができる天才なんですよ人間は。そういう中にあって同じ体験してもそれを幸せと感じるか不幸と感じるかはその人の考え方態度で決まるわけです。人生は自分の置かれている状態を幸せとまとめる力なんです。実際の人生はね、長くて辛くて悲しいことも多いし、嬉しく幸せに感じることの方が少ないかもしれません。その意味ではね、人生ってのは不幸が基調となっているかもしれませんけど、そのような人生であっても私の人生は幸せだったとまとめるにはですね、高齢者になってから実力をつけようと思うと無理なんですよ。若いうちからそういう習慣をつけてその感性を備えていくということが大切で、
今置かれた場所で咲きなさいって書いてある渡辺和子さん、この人はね、どういうことを言ってるかというとね、お父さんは1936年の 2.26 事件で反乱軍の犠牲となった陸軍大将渡辺丈太郎さんで、彼女はその時ですね9歳だったんです。で、彼女がね、いろんな本や講演で言ってることは 何かということをね、要約して一つだけまとめるとね、他人を 98% だけ信頼しなさい。 98% 残りの 2% は許しのためにとっておきなさい。こんな言い方があれば素晴らしいじゃないですか。 98% ね、信頼し、また裏に行って自分の悪口言ってんじゃないかと思っても、その 2% は許しのために取っておきなさい。こんなことはできなくないですよね。神様の祝福がない限り、こういう生き方が私たちは必要なんですよね。ですから現実を考えるとね、日本はもう2008年から人口が減っていってるんですよ、もうすでに。それから2035年には日本の一人世帯、まあ一人住まいが 35% を超えるんです。ですから一日も何も話さない独り言だけの一日を過ごす人が多いんです。私最近感じるんですね、夜散歩してるとね、一人なのに話が聞こえるんですよね。犬を連れて何々来るんですかなって。それから携帯電話でこちょこちょやってるんですね。はぁはぁはぁなんつって。あれ見てね、いや孤独の時代だなと思いました。ですから孤独死は一般社会だけでなくて教会だって考えなきゃいけない時代なんです。現在はね、老老介護っていうでしょ。年取った老人を老人の肉親が介護してる。今後はね、人人介護、認知症になった人が認知症介護する、そういう時代になると言われてるんですよ。それは何かというと、平均寿命と健康年齢の間に相違があるからですよね。例えば平均寿命は90歳だって言われても、健康年齢が85歳だと5年間病的というか期間があるわけですよね。そういうところをどういうふうにして生きていくかということと、年配者になることはね、コツはいらないんです。でも年配者でいることにはコツがいるんですよね。で、特に皆さん、どんなことでもいいんですよ。小さい山でもいいですよ。標高800メートルぐらいの山でもいいんですよ。山に登った経験がある人は感じると思うんですけども、みんなですね、すれ違う人がいると必ずこんにちは、こんにちはって挨拶しますよね。僕は息が荒くて苦しいなと思っても、足が痛くても、お互いに笑顔を作ってこんにちはって言いますよね。お気をつけて、大丈夫、まだ先が長いですよ。これは同じ山にいるという連帯感ですよ。クリスチャンはこれでなくちゃいけないんですよね。連帯感によって心安らぐ民でなければいけない。だから教会員は海図を持たないで漂流するのではなくて、イエスという海図を持った人の集まりなんだ。そこでもうちょっとこうみんな互いに知恵を出し合い、気持ちを出し合っていく必要があると思うんですね。教会でもただ宮参りみたいな礼拝してピュッと帰っちゃう、これ寂しいじゃないですか。ですから私は教会っていうのはね、仲良しクラブではないんだ。確かに人生には入り口もあるし出口もあるんだけど、私たちは教会のリレー奏者なんだ。で、私は先輩から教えられたことがあるんですね。イタリア語ってのは歌に向く言葉だ。ドイツ語は詩を作る言葉だ。フランス語は愛を語る言葉だ。日本語は人を敬う言葉だ。だから水戸君、ご多忙という言葉を挨拶に使ってはいけないよと教えられました。
忙しいっていう字を分解すると心がなくなるという意味で、失礼にならないようにご多忙と言わないでご対応中ということは使いなさいと言われたんです。これ今でも心に残っている言葉です。ですから私たちは大きく心に窓を開けてですね、窓から入ってくる春や秋や夏の支援の恵みを本当にこう何でももらっていきましょうという気持ち、それに救いをもたらす神の言葉をこう答えていくということが必要ですね。今世界中の金持ちってのは誰ですか？ウォーレン・バフェットというアメリカの現に生きている資産を動かしている、世界中の資産を動かしている人ですね。この人はね、こう言ってるんですよ。どんなに金残しても、どんなに世界中の金持ちであっても、自分を見つめてくれる人は増えません。これは真実だと思うんです。それから2008年ですね、須藤勲子先生、安中集会所の須藤勲先生からハガキをもらったことがあります。それは、伊藤さん、もし私たちを見つけたら歓迎の言葉をかけてください。誰も知ってる人のいない教会でタコさんに寂しい思いをさせたくないのです。タコさんは韓国人宣教師によって SDA の信者さんになって、現在我が家の集会所に参加されている方です。タコさんは、自分はまだ一度も SDA のちゃんとした教会の礼拝に出席したことがないと言われたので、須藤先生はその年敬老会で天野から招待されたんですね。その時にこのタコさんを一緒に教会に連れていくので、もし私たちを見たら歓迎の言葉をかけてください。教会にやっぱりこの前の気配りが、気遣いができたらいいなと思って、私はその日このタコさんの専門の付き添いをしようと思った。タコさんは若い女性でしたが、母親も一緒に来ました。で、ここで敬老会で一緒に食事していろんなことを話した経験があります。ですから私たちはこう、こんにちはいい天気ですよ、なんてもうちょっとこうそれぞれ心遣いはできたらいいと思うんですね。で、本日のこう結びとして、認知症はあまり見受けない職業としてね、今日は作家、音楽家、画家、芸術家、やり手の創業経営者と言われている。じゃあこの人たちも全然認知症にならないかと、そんなことはない、リスクがあるんです。ですから私たちは常にこう主にあって心豊かに絶やすものとして生きていく必要があるわけですね。実際にですね、私たちを見てみると、有り余る才能を持っていても、私たち以上に、私よりかいかにですね、道半ばでこの地上の人生を終えた人がいっぱいいるわけですよね。が何の取り柄もない、もう大器晩成で、晩成でもない、その自分が空の人を超えて生きている、大器晩成でもない自分が生かされている。ですからそういう意味で、そこに感動や感謝がないといけないんですけども、いつも例案として運動会の例が語られます。運動会でいつもね、ビリになる子供を持った父親、大概日本人仲間に嘆くんですね。うちの子は運動神経が鈍いから、もういつもビリというと、大概日本人の親たちは早いうちに水泳かテニスでもさせたら、つまり走ることはダメだから他の競技して頭角を現したらって言うんですね。で、これを例えばイタリア人が聞いていたら、よかったねこの子は、きっと本を読む子に育つよ。だから何も競争、一つの世界で競争することじゃないじゃないか、その人の能力を生かしてそれなりのペースで生きればいいんじゃないか。ですから私たちは教会員というのはね、他人と争うのではなくて、
もうそれぞれの持ち味を生かした握り飯、握り飯すぐあっち向いたりこっち向いたりしてるんですよ。でも握り飯っていう神の民という一つの握りには収まってるわけですね。ですからいろんな意見が違っても主の民として生きる、それが非常に大切なことで、私たちは神を信じる者として今日を感謝、明日を感謝、今月を感謝する心を育て、その日々を重ねていきたいと強く願うのです。